10月31日、野田総理はベトナムのズン首相と首脳会談を行いました。冒頭、タイと同様に洪水被害が発生していることについて、ベトナムでは大きな洪水が発生をし、被害が出ているようになりますけれども、お見舞いを申し上げるとともに、今日政府として緊急の物資の支援を決定いたしました。何かありましたら、いつでもお願いします。今回の会談で、ベトナムにおけるレアアースの共同開発に向けて作業を加速させること、福島第一原発事故の徹底的な検証から得られる経験と教訓を共有し、世界最高水準の安全技術を提供して原子炉2基の建設に協力することでも一致。ズン首相からも日本の高い原子力技術の活用を期待する旨の発言がありました。ベトナムとは戦略的パートナー関係にあり、ベトナムの安定と発展は日本の国益にとっても重要であります。本日信頼関係を強化すべく共同声明を発出できたことは大きな成果であります。その他にも看護師などの候補者受け入れや首脳レベルの頻繁な対話の実施などについても合意しました。Tôi và ngài thủ tướng Nhật Bản tin tưởng rằng kết quả chuyến thăm Nhật Bản lần này đánh dấu một bước tiến mới rất quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản。今回の共同声明に盛り込まれたのは経済面での協力だけではありません。日本とベトナムが外交樹立40周年を迎える2年後の2013年を日越友好年とし、より一層の交流促進を図っていくこととなりました。本日はベトナムとの交流に長年貢献されてきた杉良太郎特別大使もご出席をいただいております。これまでの40年間に積み重なれてきた日本とベトナムの連帯の心を基礎とし、草の根レベルから相互理解を深め、両国の関係をより一層強化していきたいと思います。